私が乗った車、1億円するんだ。1億円。そんな話聞いてなかった。最高額って。だから私たち女子トークを楽しみながら穏やかにドライブ。いいですね。あ、500台しかないって。どれが？リッチャーたちの。あ、それがだから最、なんか最高額か。そんなに値段するのもない。信じられない。なんていうの？ドリフト。あ、ドリフト。ドラフトって野球か。野球違いました。いや私リクエストしたの、いつかドリフト経験したいですって言ったらやってくれた。すごかった。ねえ、ねえ、なんかさやってくれるから。プロのドライバーになるの試験ないんだって。何の試験？もう自分で経験してやってるんですよ。うん。なるほど。さあ皆さん、なんとマックスのこの定芸チャンネルに栗中涼子さんが来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しいです。今回実はこの GR フェスティバル沖縄というねイベントで、はい、栗中ちゃんが司会をやって私たちがライブゲストということなんですけど、はい、なんかこんなに一緒にお仕事するのは実は初めてだと思います。そう、初めてだと思います。はい、ドラマで一緒になったことなかった。あ、ドラマは出たけど、うん、あっちらさんに出たでしょ。覚えてないの？出たよ。私はね出てないの。お休みしてるから。あ、花子がいないから。私はお休みしてるのよ。重なってることはないのか。重なってることはない。でも番組ではね、釣りではなかったので、ね、はい。いや久しぶり。嬉しいです。ありがとうございます。え、涼子ちゃんは沖縄は久しぶり？うん、全然です。よく帰ってきてます。あの子供の春休み、冬休み、夏休みは全部ここで過ごしてます。はい、ゆっくりしてるんだ。ね、ゆっくりしてます。実家に預けて。沖縄帰ってきたらどこに遊びに行ったの？ここ帰ってきたらもう基本的に家ですっごいダラダラして、何にもしないで、朝ごはんも全部お母さんに任せて。でもいいよね、その時間ね。めちゃくちゃありがたいです。じゃあなんか沖縄の友達にたまに、たまに出るけどあんまり合わない。言えない。もうすごいダラダラしてた。子供がいるとやっぱそうね、全部預けて。でもまさか沖縄で会えるって思わなかったから。だって同じうちなんちゅだよ。そうだよ、同じうちだよ。なかなか、なんかまたでも沖縄をなんかこう一緒にいろんな場所に行って遊ぶっていうのもすごい。そんなにいますよ。確かに、ね、はい、YouTube でまた、うん、そう、2回目です。そう、ね、声かけてもいいの？参加していいですか？ YouTube の。なるほど。国中ちゃんのほら沖縄でバイトしてたとこに無事や。ああ、はい、行ったりとか。うん、え、恥ずかしいです。それはちょっと、ちょっと恥ずかしい。仲がいるね。なんかよく行く。そうそう、お返しだったりとかしてね。美味しいとことか行って。
ください。ちょっとそういう企画もこれからやっていきたいと思います。楽しみにしててください。お願いします。じゃこの後頑張りましょう。確かに何十年ぶりに。